北欧の人々が世界で一番幸福な7つの理由。世界で最も幸福度の高い国々が北欧にあることは皆さんご存知ですか？厳しい寒さも曇り続きの空もどうやら彼らを不機嫌にはできないようです。北欧の人々の日々を幸せに満ちたものにする人生哲学とは一体何なのでしょうか？それを学ぶことで私たちの世界の見方も変わるんでしょうか？さあ、ハッピーな北欧の人々の秘密へいざ出発。その前に一つだけお知らせです。ブライトサイドのチャンネル登録と通知のオンをお願いします。新着動画をお見逃しなく。さて、私のノルマも終わったことですし、いざスカンジナビア半島の秘密へ。1、フィンランド語で内なる平和と強さを意味する言葉シス。2017年、タイムズ紙がフィンランドでシスと呼ばれる考え方を紹介していました。この言葉をそのままそっくり翻訳することはとても難しいのですが、強いて言えばなすべきことはなされるという意味になるようです。シスは忍耐強さと勇気を意味し、不要な言葉や感情を捨て去ることを学ぶことで体得できます。タイムズ紙が紹介した記事によれば、シスを会得するためにはどんな言葉も表情を変えずに言えるようにならなくてはならないのだそうです。簡単ではありませんが、成功すれば心の新たな扉を開くことになるでしょう。とはいえ、シスの真髄は話し方ではなく、今向き合っている物事だけに専念することにあるようです。シスの世界にはおしゃべりも愚痴も自慢も存在しません。なんだか雑念がなくなりそうな気がしてきますよね。この哲学に基づいて、フィンランドの人々は社会的平等を受け入れ、落ち着いて忍耐強く過ごし、自立した人生を送っているんですね。2、スウェーデンの人が満ち足りる指標ラーゴム。スウェーデンにはバランスの取れた生活を送るために必要なラーゴムという一種のスキルがあります。この生活哲学は多すぎず少なすぎずちょうどいいと訳すと分かりやすいかもしれません。スウェーデンをよく見てみれば、何から何までがラーゴムであることが分かるはずです。社会制度や経済、ビジネスに生活半径など。しかし、個人の人生においてラーゴムを実践するには、まずは清く正しい生き方をするところから始めなくてはなりません。もちろん多くの労力と意志の力を必要としますが、千里の道も一歩からは我々東洋人の考え方ですよね。作家のトルヴィルは彼の著書の中でラーゴムについてこう語っています。ある日、自分の尻尾を追いかけて輪を描いて飛んだり走ったりしている子猫に出会った年老いた猫がいた。年老いた猫は小さな子猫に一体何をしているのかを聞いた。子猫はこう返事をした。誰かが幸せとは僕の尻尾のことなんだって教えてくれたんだ。だから僕は幸せを捕まえたくてずっと走っているんだよ。年老いた猫は笑ってこう答えた。俺が若い頃もそんなことを言われたもんだよ。俺はそれを捕まえようと何日も何日も過ごしたんだ。疲れたし絶望もした。だから俺は途中でもうやめにしたんだ。自分の人生を歩こうと決めた。そしてあることに気づいたのさ。一体どんなことに気づいたの？子猫はたまらずに聞いた。俺の尻尾は今までずっと俺の後をつけてきていたんだ。これこそがラーゴムの真髄。ラーゴム的ハッピーな人生を歩むため、トルヴィルは収入と支出のバランスを保つこと、そして電力と水の消費量をカットすること、ゴミを減らすこと、新しいものを買う代わりに古いものを再利用することを推奨しています。もうこうしてはいられませんね。皆さんもラーゴムの人生を目指してはみませんか？得られる幸福感はきっとその価値あり。3、デンマークで働く喜びを意味するアーバイスグレーデ。デンマークで最も広く知られている幸福の哲学こそこのアーバイスグレーデ。簡単に言えば、現在の自分の仕事に対する満足感ということ。ユニバーサムグローバルの毎年の調査において、北欧の国々の従業員満足度が世界でトップクラスなのは、
この哲学によるところが大きいのかもしれません。というか、北欧が1位じゃないリストなんてあるのかというレベル。でも真面目な話をすると、このアーバイスグレーデの哲学を理解するためには、この簡単な質問に答える必要があります。あなたはどうして今の仕事をしているんですか？今の仕事のメリットを感じることができるかどうか、同僚や上司とうまくやっているかどうか、日々の業務を効率よくこなすことができているかどうか、そしてスキルアップができているかどうか、これらの質問に喜んで答えることができないというのであれば、転職をした方がいいかもしれませんよ。結局のところ、デンマーク人は職場へ出勤するときと帰宅するとき、どちらもハッピーな気分で行うことができなければ、その人は幸福ではないと考えているようです。自分を不幸にするもので、時間を無駄にしてはいけませんよ。人生は一度きり。4. ノルウェーで母なる自然を愛することを意味するフリルフスリフ。フリルフスリフは、大自然と時を過ごし自分の未来の姿を取り戻すという哲学。アウトドアで時間を過ごすと同時に、世話しない日々やルーティーンから解放されることを目的とします。そこにあるのは、バックパックを背負ったあなたと母なる大自然のみ。何らかのスポーツと組み合わせるのもいい考えでしょう。ハイキングをしたり、薪割りをしたり、日々の悩みからあなたを解放してくれる活動に没頭します。フリルフスリフの哲学を人生に取り入れてみたい人には、本家のノルウェー人からアドバイス。まずは、SNS 用の自撮り写真は撮りすぎないこと。フリルフスリフの意味がなくなってしまいますからね。すべきことは、その瞬間を全身で生きること。あの丘を登ったり、散歩をしたり、この体験はあなただけのものとなります。そして、テレビやインターネットをダラダラ眺める暇があったら、ポケットをチョコレートやキャンディーでいっぱいにして、長い散歩に出ると良いということ。その方がよりあなたに内なる平和をもたらしてくれるはずです。 5. オランダ人が親しい人と過ごす時間を大切にするヘゼリッヒハイト。オランダはスカンジナビアの一部ではありませんが、この幸福哲学も参考にするとしましょう。オランダの人々にとって、幸福と愛する人と共にいることは同義語。まあ、そりゃそうですよね。どんな時でも助けてくれ、サポートしてくれる温かい仲間と過ごすことを、彼らは一つの単語で表現します。それがヘゼリッヒハイト。単語のヘゼルは旧友や仲間を意味し、ヘゼリッヒは温かい、優しい、親しいを意味します。オランダにはこの言葉を前提としたことわざだってあるんですよ。友と歩む闇は孤独に歩く光よりも明るい。私の後ろを歩くな、私が導くことはない。私の前を歩くな、私が従うことはない。私と共に歩け、そして友となろう。ちなみに、友達と訪れた場所や友達との鮮明な思い出や、待ち望んだ旧友との再会も全てヘゼリッヒに数えられます。そんなわけで、オランダの幸福のたった一つのルール、ヘゼリッヒハイトが多ければ多いほど、あなたの人生はより豊かである。6. フィンランド人のリラックスの仕方、カルサリカンニット。彼らからシスについてはもう学びましたね。今度はカルサリカンニット。これはこのリストの中でも最高の幸福哲学。カルサリカンニットを訳すとすれば、下着でベロベロという意味に。つまりは、お家で何も気にせず下着でビールを飲みまくるということ。カルサリとは下着の種類、そしてカンニットはドリンクという意味。この単語はフィンランドの外務省が国をテーマにした絵文字を考案したことで世界中に広がりました。ですから、今度つまらないイベントに行きたくなくなったという時は、フィンランド式リラクゼーション法、カルサリカンニットをお試しあれ。ミスカ・ランタネン氏はその著書で、カルサリカンニットこそフィンランド人式の北欧のサバイバルの知恵であるとしています。身の丈を超えた要求を自分に課さず、外文を気にしたり人の目を気にしたり取り繕ったりせず、ただ等身大の自分を生きる、これがカルサリカンニット。ちなみに、オランダにもニクセンと呼ばれる似たような習慣があるそうですよ。これは何を気に病むこともなく、ただ何もせずリラックスするという意味。
ニクセンは仕事でマルチタスクをこなし、ストレスに押しつぶされそうな人の人生を救うようです。そんな日々を送っている人は、お好きな哲学を一度実践してみてはいかがでしょう。7、アイスランド式楽観主義、グルッガ・ベーズル。アイスランドの人も幸福を表す独特な単語を持っています。それがグルッガ・ベーズル。このアイスランド語は、窓のそばで温かいコーヒーを手にしたあなたが、家の中から絶対に出て行きたくはない外の激しい天気を眺めて楽しむ様を表します。気候を考えれば、これが北欧の考え方であることは納得ですが、対岸の火事を眺める気分は悪くはないもの。グルッガ・ベーズルを自分でも実践したいという人は、これらのものを用意しましょう。過酷な天候、暖かいセーター、暖かいココア1杯、それから窓。グルッガ・ベーズルはアイディアやインスピレーションを生み出すことにも貢献するそうですよ。一度お試しあれ。というわけで、ここまで北欧の知恵を見てきました。皆さんはどの幸福哲学が一番のお気に入りになりそうですか？日本式の幸福哲学といえば何でしょう？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価ボタンと動画のシェアもよろしくお願いします。たくさんの新しい動画でお待ちしていますよ。それでは皆さん、またお会いしましょう。